よかんちゃん、こんちは。車のバッテリー上がったことある？車のバッテリー上がったことはないっす。ないやろ、めっちゃ焦んで。え、上がったことあります？入院してたよ。はい、入院してて車乗れへんかったよ、腕つってたから。そうっすね。そう、え、その時にで、車ちょっと乗れるか試してみようと思って車行ったら、鍵もあかんかった、まず。え、え、なんやろ思って、ほんで鍵出してやったよ、はい、中入ってエンジンかけようとしたよ、何もかからんもん。え、焦るやろ、気をつけや。それは焦りますよ。それなんでなったんですか？はい、どうも。はい、どうも。今日はまたボールが2球ありますけど、前の動画で高級と難級の中学校から高校に上がる時にかけてのその高級と難級のギャップの埋め方を説明しようとして終わったと思うんやけど、まあ、続きとして、まず中学校3年生の時に同じ市内のあのカットコムちゃん、あのもっと相打ちしようみたいな。いや、あの普通に聞いてましたよ。ね、ちょっと一人舞台すぎるって。今撮ってる、しかも撮ってます。あんで、同じ地区の宝塚市内の、はい、小学校まで一緒に対戦してたチームの子と、その子は市にあのヤングリーグか、公式中学校から行ったんやけど、ヤングリーグ、はい、そうそう、俺中学校やけで軟式やん、はい、で中3の時にキャッチボールする機会があったんや。はいはい。ヤングって公式ですか？公式です。あ、ない、こっち関西だけ？こっちはボーイズとシニアしか知らないですね。聞いたことないですね、公式は。ヤングリーグっていうのがあって、はい、公式やねんけど、そこに、まあ、フルノっていうんやけど、はい、行って、そっから報徳に行くんやけど。あ、報徳、はい。そうで、俺まあ兵庫県の新興学園、まあ、同じ兵庫やけど、はい、で中3の時に引退してからキャッチボールする機会があって、公式で。で、はい、どうなって、はい、いや、球、えぐい。全然違います。うん、俺、もうそこでちょっとショックすぎて、こんな差開くんやと思ったよ、まず。そこで初めて公式に投げたってことですよね。うん、初めてじゃない、握り出してちょっとしてからぐらいかな。あ、ちょっともうそろそろ慣れるかなぐらいの時ってことですか？で、ちょっとまあちょっと公式も慣れたやろうし、ヤングのやつとキャッチボールしてみようか思ってしたら、もうえぐかって。そんな差違いました？ほんま違った、びっくりして。まあでも、入学するまでなんとかなるやろうと思って、まあやってたけど、まあ、なんともならんくて、最初は。あ、そうなんですか？差埋まらんくて、まあ今思えばやねんけど、ちゃんとちょっと高いけど、高級って高いですね。うん、新球にこだわってちょっとキャッチボールした方がいいと思うよ。確かに滑りますもんね、新球だと。最初なんか滑る感覚がもうすごいあって、俺はなんか塗られてる感じの油かなんかが、うん、そうだから、なんていうの、ボールが使っていったらさ、カサカサなるやん、はい、あ、カサカサなりますね。そう、あれの方が僕は投げやすかったんですよ。え、そうなんすか？そう。マジっすか？でも試合って新球やん。新球っすね。だからめちゃくちゃ投げにくくて、新球が。じゃあ、あのバッティング練習のバッピとかのボール、あれがめちゃくちゃ投げやすいってことですか？買って、なんならだから大学ぐらいまでそれの感覚があったんや。古いボールの方が投げやすいみたいな。そうなんすか？そう。だからその中学から軟式野球から硬式に行く人は、まず指のかかる感覚をマジで持ってほしいから、新球ちょっと高いけど、そうですね、新球で本当指かかる抜けない感覚をキャッチボールでちょっと養ってほしいというか、指先の感覚が一番変わりますもんね。そう、養ってほしいっていうか、誰に発信、養ってほしいって何言うてんねんって。誰っすかって感じですけど。いやないけど、養ってほしいっていうか、そうしとけばよかったって思ってる。あ、今井さん自身が。そうそうそう、その中学から硬式に上がるとき、はいはい、やっぱさ、新球握る機会ってさ、なくない？絶対ないっすよね。ないやろ、中学部活からってなったら。中学校のとこ時に手に入れる高級ってもうカサカサなやつやね。もうカサカサやってん、俺は。自分もそうでしたね。やろ、はい、だからじゃなくて、ちょっとスポーツ園でもいいから一球ちょっと高いけど。高いですね、公式は、うん、あのお年玉とか誕生日でちょっと高級一球で一球、うん、買ってもらって、まず新球で、あの指にかける感覚が大事かなと。そうですね、大事ですね、やっぱ、うん、思いますかね。リリースが本当変わりますもんね。そう、あと本当回転はちょっと握りとか大事やと思う。ああ、握り大事ですね、確かに。俺あの抜けんの怖いから、ちょっとさ、はい、親指をさ入れれへんのよ。
あ、入れれないんですか。そう、横に回転ちゃんとかかってる人って結構俺のその質問していった中で、うん、大体この親指が中に入ってる人が回転切れかったり回転ちゃんとかかってるなって思う人やね、はい、そのまま潰せますもんね。ああ、それ潰せるっていう。はい、どうも。潰しますね、それ。こういうことやろ。あ、そういうことです。あ、それも俺高校入って最初に言われたのが抜けんの怖いからこれができへんから。ちなみに今井さん親指違うって言ってたじゃないですか。怖い。どこに。どっちかっていうと極端に言ったらやで、はい、こうかで言ったらこっち気味やね。はいはい。あ、だから多分それだと潰せないじゃないですか。うん、シュート回転しやすいってことですね。いや、あの要はこうなの。ああ、ナックルみたいな。あの鼻こうさ潰すってこうやろ。はい。だからこう指かかってるやん。かかってますね。うん、じゃなくて抜けんのが怖いからなん、こうなっちゃう。あ、俺だから最初高校入った時指閉じろって言われとった、はいはい、投げた後お前の日全部こうやから指かかってないやろって言われとったんやけど意味が分かってなくて、その時に。はいはいはい。その時だ、1年生の時に言われたってことですか。そう、1年生からずっと言われとったもん。最初抜けんのほんま軟式から硬式に変わってなんか滑る感覚があって、はいはい、抜けるからボールが怖いからちょっとわしづかみぐらいで握っとったから親指をこう入れれへんかったよ。だから押し出す感じでしか投げれなかったってことですよね。そう潰すって言うんやな。潰すっすね。リリースでもピッチャーでもリリースで潰すみたいな感覚でよく言うじゃん。俺だからそれが本当に苦手やったから、はい、まずその中学から軟式から硬式に行く人は回転、硬式ってほんまに回転が大事で、大事ですね。切れかったらあの肩弱くてもビューって伸びていくんやんか。ありますね。伸びていくやん、スーッと。それをちょっと身につけるためにちょっと握り方も本当見直すというか、回転綺麗なって思う人にいろいろ質問していった方がいいなって、質問しとけばよかったなって今後悔してます、うん、そこはねめっちゃやっぱりボールの重さが変わるじゃないですか。軟式って軽いじゃないですか。軽いボールから少し重いボールに行くんでやっぱリリース、うん、潰すの大事。あ、自分の感覚は潰すっていう考えでたどり着いたんで、でもまあその感覚ってやっぱ人それぞれなんで、うん、俺なほんまになんでこう閉じろって言われてんのか分かってへんって。あ、今潰すって感覚は分かったってことですか。ああ、そういうんやなっていうのは。ああ、はいはい、うん、このタイミングで。そう、いやでもほんま今気づけてよかった。あ、よかったっすね。もうちょいでも早く気づきたかったかな。 あと15年前ぐらいに。そうもっと。ああ、36年前ぐらいに、うん、生まれてない。生まれてないですか、うん、ギリ生まれてる。ギリ今36じゃないですか。35。あ、35っすか。いやでもほんま中学校からまず進級で滑らないというか指かかるのを意識しながら、あと握りをほんと、俺は親指が大事だと思う。親指の位置ですね、うん、が大事だと思う。まあ、まだちょっとこうしていったらいいんじゃないっていうのはまだあるんで、またこれもおいおい動画に、はい、今回はちょっと、ありがとうございました。